皆様こんばんは。いや本当に久しぶりに来ましたよ。1ヶ月ちょいぶりぐらいですかね。本日の日付2020年の4月の30日、今日で4月も終わりです。ちなみに私もね、外の気温とかも全然最近外に出てなかったから全く分かりませんで、真冬の格好でね、夜だから寒いだろうと思って真冬の格好で来ちゃいました。いやそんなことないですね。暑かったわ、ヒートテックまで着てきましたんで本当もったいなかったですけども、後ろ見てください。毎度おなじみ JR 東日本の丸の内駅舎でございますが、もうこの辺り分かりますか。入り口なんかもね、全部ここですね、シャッターが閉まってしまっています。ただいまの時間午前1時40分。これはね、もうちょっと早く来ようと思ったんですけども、うちからここまでの移動時間が思ったよりもかかってしまったんですが、今回からスーツ旅行チャンネルでまた意図的な外出をして撮影をするということを、この動画で約1ヶ月ぶりに復活させることにいたします。っていうとね、不要不急の外出何やってんだお前ということに多分なると思いますので、今回の第1回目のこの動画ではきちんと言い訳がましいかもしれないけれど、しっかり時間をかけて、この動画の趣旨などを皆さんに説明できればと思っております。まず根本的にスーツ旅行チャンネルは動画の数がですね、もう基本的に少なくなっていて、何か撮影しに行かないとほとんど皆さんに新しいものをお届けすることができないという、もう詰まった状態にあります。で、それに関して、3月の終わりに東京に引きこもり、もうこれからは通常の撮影を全て自粛しますというお知らせを皆さんにした時から、その時から皆さんにはすでにお話ししていたことではありますけれども、深夜のこのほとんど人がいない時間にですね、あ、おまわりさんがいるな、ここ自転車乗っちゃいけないんですけどね、この深夜の人がほとんどいないような時間に、東京の都心ドーナツ現象が起こってですね、もうほとんど人と出会うことがないこの、東京のど真ん中におきまして、東京の、あちこち名所などを見物し皆さんにご覧に入れ紹介するという動画を撮影することにいたしておりました。ただね、そうするとやっぱりなんでこう人がいないからつって外出していいのかって話になると思うんですが、首相からも説明があったと思いますけど、緊急事態宣言の時にも発表がありました。サイクリングとかジョギングとかツーリングなどにおいては問題がないという発表がなされております。ただ私はその方の言い方ではちょっと不足があるのではないかとも思いました。ツーリングとかね、それからジョギングといっても人と人との距離が近くなるジョギングはやっぱり私はするべきではないと思うし、ツーリングをするのはいいけれど、それで例えば現地で宿泊をして、その人とこう、密な、接触、お互いに会話をするとかですね、それから、コンビニに入って飲み物を買うとか、そういう機会を意図的に増やすような行為はやはり避けるべきではないのかというふうに、私自身強く考えております。そこで今回は私の家からですね、公共交通機関などは一切使わず東京都千代田区の、とあるところへ向かいまして、そしてそこに置いてある自転車を借りてきました。東京都千代田区においてはこのような千代田区大都会ですからね、そこでの外回りの仕事をするにおいて、自転車があるといいだろうということだと思うんですが、こんなものをですね、貸し出すサービスを行っております。そして、それは登録してクレジットカードの自動支払いによって、無人レンタサイクルというものを実現しております。でこの自転車を借りて、ここにリュックサックが置いてありますけども、このリュックサックの中に、簡単な食べ物とか飲み物とかそういったものも家から詰めてまいりましたので、東京の都心も見ての通りほとんど人がいないこの都会の全くの深夜の状態をですね、たった一人で誰とも会うことなく、人が向こうにいたならばそれから大幅に距離を取るということによって、極めて安全な、理想的な、外出気分転換を実現し、またこれこそが、正しい気分転換、新型コロナウイルス期間中に、取るべき一つの選択肢である、正しい気分転換の方法なんじゃないかなというふうに思っております。要するに人と会わなければいいんですが、とにかく徹底して人と会わないということを私は心がけているつもりです。だからきっとこの動画を通じて半端な、対策、例えばジョギングがいいからとか言って人が密集している公園の中で、ジョギングするとか、私はそういうのは避けるべきだという姿勢もこの動画を通じて皆さんにお伝えすることができるものと思っております。皆さんからのご意見はもちろん受け付けますし、それによってこの撮影の方向を変えるということがありえるかもしれませんが、しかし私はこの現状の方針において十分皆さんに納得していただけるものであるということを、確信しております。なお言いますが、これは困ってきたからどうしようもなくて無理やりこの知恵を絞り出したわけではなくて、3月の終わりの時点で皆さんにあらかじめ一度発表していたことであります。そして、それはしかし、当面の間はやはり皆さんからの理解がまだまだ、実っていない頃かなと思いまして、緊急事態宣言などで、外出をするということについて十分な接触が回避できているのであれば問題ないという発表がなされるのを私は一応待つことにしており、そういった、政府からのきちんとしたアナウンスもなされることになりました。夜間の外出、は自粛してくださいと、東京都知事からの発表があったのも存じ上げております。
ですが、その意をよく組んでみれば、それは夜間の外出を避けるということが、そのことが悪いわけではなく、夜間に繁華街の中へ行って、そこで多くの接触をするような商売、そのサービスを受けるということが好ましくないのだという発表でした。ですから私としてはこれは全く問題のない行為だと考えておりますし、専門的な知識のある方にもですね、相談などを進めておりますが、これにつきましては全く問題がないというふうな回答以外は全くもらっていない状態です。なおマスクについてですが、皆さんもマスクしてほしいと思われる方もいると思うんですけども、する必要はないと考えております。周りにですね、人が全くおりませんので、現状する必要はないですね、この状態では。ただしやっぱり人が周りにこういる可能性がある、なんか何らかの状態によって人がもしかしたら密集しているところに近づく可能性もあります。そういった時にやっぱりしないといけないと、自分がハーハーこう息を自転車の上で漕いでてね、すると、でそれによって皆さんに、自分 の, 口から出したものを吹きかけるということがあってはなりませんので、そういう風な条件が万が一にも発生することがあった時に備えて、マスク自体は携帯はしております。ただ限られたものですから、どうしてもその限られたマスクはむやみやたらとつけて、それで今後将来にわたって重要性が保ち続けると思われるマスクを、むやみに使うことはできません、ということです。じゃあある程度説明することはしたかな。それからね、ぜひ皆さんに東京都内で、大体の場合午前1時から午後、午前6時ぐらいまで、の5時間とか、まあ、12時ぐらいでもいいかなと思うんですけどね、大体それぐらいの、深夜の長くても7時間ぐらいの間で、この東京駅周辺から行けるようなところであれば、なんかここ行ってほしいっていうのありましたら、例えば千葉県の方まで行ってほしいとかね、やればできなくはないんじゃないかなと思いますんで、ご意見がありましたら、ご希望のコースなど、私にお寄せください。大丈夫かどうか確認をした上で行こうと思います。で、初回の今回なんですが、実は目的地は決めておりませんけども、まあ、皇居一周ってあるんですか、皇居ランナー、皇居の周りぐるぐる走ってる人たちね、それ一回やってみたいなと思うんでね、それをやることを今のところ考えております。まあそんなつもりで、もしかしたら途中で方向が変わるかもしれませんが、一応そのつもりです。よろしくお願いします。なお、この試みが旅行チャンネルでうまく軌道に乗りましたら、今後はスーツ交通チャンネルなので、深夜にもともとここには鉄道がありました飯田橋の紹介とか、そういうことも、東京のですね、駅からウォーキングというコーナーを深夜にやるということも検討しております。それではよろしくお願いします。もう7分も喋っちゃいましたね。早速なんですが、出発の前に午前2時が迫った東京駅の光景なんてほとんど皆さんご覧になることがないでしょう。向こうわかりますかね。東京ステーションホテルのところで玄関前をこんなお客さんも少ない時期にきちんと清掃している姿が見えます。 JR 東日本の駅を担当している、掃除を担当している、なんて言いましたっけ、ちょっと忘れちゃった、今名前が出てこないんですが、その会社の、制服を着ておられるから駅の清掃と管理が一緒なんですね。それからこちら、東京駅で最近の名物となっておりました東京オリンピックまであと何日という JR が掲げているこんな看板ですけれども、延期がなされたということでオリンピックの日数がこの間100日とかなっていたと思ったら449と、繰り上げられることになりました。こんな驚くべきことがあるでしょうか。この辺りの景色は皆さんも十分ご覧になっていると思います。こちら前方が、昭和の時代に作られました戦前の建物、東京中央郵便局で丸ビル、新丸ビルと2つビルが並びます。天皇陛下がお出かけの時にはこの並んでいる街灯のど真ん中をお通りになることになっています。行幸通りです。昔はみゆき通りと言いましたが、現在の正しい名称は行幸通りとなっています。じゃあ出発、これは電動自転車ですね。もうね、今確認したんですけども 90% あるということになってまして、まあ今晩一晩のお供には十分でしょう。やめた。でもね、せっかくだから今回はテーマを決めずに自分の行きたいところを好き勝手に行ってみようと思います。ある程度東京の、ね、土地勘には自信があります。高校時代には私はお金がなさすぎて電動自転車で都内あちこち走り回ってましたからね。皇居一周に興味がある方はぜひコメント欄でそうお寄せください。そしたら次回以降やってみるということも検討します。東京駅の反対側、行幸通りのど真ん中を天皇陛下と同じようにまっすぐ自転車で突っ切ってみようと思っていますが、残念ながらこれはできないということですかね。歩行者専用と書いてあります。あ、自転車も大丈夫って書いてあるわ。そしてこれですよ、このね看板を皆さんに紹介したかったんですけど、これ多分全国でここにしか見られないやつだと思いますけどね、信任状方程式関係車両と自転車を除くとあります。じゃ、信任状方程式関係車両というのは何かと言いますと、これはね馬車のことです。毎年というか、まあ、いろんな毎年というか、もうやってるらしいんですけども、外国の大使の人がですね日本にやってくると、その時にじゃあ私を、外国の大使として公認させてくださいとこう手紙を持った、持ってですね、それで政府となんかやり取りをするってことになってるんですが、その時に外国の大使を馬車で持ってお迎えするということになっています。これが江戸時代、江戸幕府からずっと続いている儀式でして、今では天皇陛下が代表して行われているということになってるんですけども、その馬車がですね、ここで儀式の時にここをずらっと通るわけです。でそれ用の、馬車の通り道で
あるから自転車とそれから信任状方程式関係車両すなわち、馬車というのは、車両に含まれますんでね、それは通ることができますよという特殊な、標識がかけられております。ここ自転車でこんな風に行くなんていいですよね。まあこれ片手ですけどちゃんと足もついてますんで、これなら片手運転とは言わないよな。さて皇居の中に入ってきまして、毎度おなじみの皇居外苑の公園ですけど、正面に、ね、暗いですが噴水あるんですけど、コロナの関係で噴水は止めているし、それから、中で敷物を使ったりとかすることはできないということが書いてあって、でこの裏側ね、これねホテルだったと思うんですけど、ここしか明かりついてないんですよ。多分なんかあそこをみんなで使ってるんじゃないかなと思うんですけど、あの高級なホテルだとそういう使い方する人がいますんでね、なんじゃないかなと思うんですけど、逆に言うとそれ以外のところにあの全く人気がありませんので、あのホテルあれしか泊まってないっていうこともありえますよ。大変なことですよね。 JR ももうとんでもない大火事で、もうかなりの危機的状況だって言ってますからね、本当にかわいそうだけど、でもこの鮮やかな緑は素晴らしいですね。夜でも東京は明かりが多いから美しいものは美しいと見ることができるんです。これは東京都の木、イチョウでございます。ちょっとね、考えなしに皇居の方に来てしまったんですけど、意外と人があのたくさんいることが分かりましたんで、まあ大急ぎマスクもつけましたが、あのまだとりあえずね人が近づくという状況は回避できています。まあすぐにやっぱちょっと皇居一周はやめよう、同じようなことを考えている人が結構いるみたいでね、東京都のレンタサイクルサービスなんだろうなっていうような自転車を借りてきている人が随分たくさん見られました。ちょうど真正面があの、宮内庁とかある方面ですけどね、ちょうど1年前ですか、1年前の4月30日、平成が終わるってんでここまで来てね、あの平成から令和に元号が変わる時を皇居の前で集まって、みんなで共有しようっていう人たちがいっぱいいたのを覚えてますね。あれからもう1年か、早いな。これで令和2年目に入るわけですね。ここを去る前に東京霞が関の方面がよく見えますんで、ここから見るね東京のビルが本当に立派ですよ。あっちがまあいわゆる日比谷とか丸の内というところで、真正面のこれが警視庁、その奥にずらっと並ぶ省庁の建物などが並んでいます。まあ、結局ねそれからしばらくあの皇居の周りに全く人が現れませんので、さっき一組通りがかっただけでしたね、全く人はいません。だからあの皇居の周りずっと歩いて、おります。まあ、進んでおります。さっき会った人たちもね、あのみんなちゃんとそういうことはわきまえてこの時間を選んでくれていたようで、かなり距離は取ってくれましたから、まああまり危険はなかったかと思います。ただやっぱ皇居周りはそういう人が集まりがちかなと思いましたんで、今から日本橋川そして神田川方面に行こうと思います。確かこの右側の大きなアンテナの立っているのが気象庁のはずで、気象庁の脇にね日本橋川があるから、昔ながらの橋とかが見られて結構いいところだと思いますよ。あ、間違いない、目の前に気象庁があります。で、ここがこの江戸城の内堀ですけども、すぐ脇高速道路の下にありますのが日本橋川です。でここの錦橋、それからこっちの一つ橋など、まあこれ一つ橋大学の一つ橋ですけども、非常に素晴らしい橋です。ぜひ見に行きましょう。時間は午前2時ということもありまして、結構ミステリアスな雰囲気です。2時15分ですね、首都高速道路、そして真下これが錦橋でございます。さあ見てくださいこれ、昭和、12年かな、それぐらいに架けられたそうです。もともとここに錦橋という橋があったんですが、関東大震災の関係で落ちてしまいまして、以前にもそういう話をしたと思います。でその後大体関東大震災の影響で建て直した橋というのはですね、鉄筋というか鉄で作られた鋼鉄製の橋が多いみたいなんですけど、これはこのように鉄筋コンクリートの作りでございます。よく見るとねすごい古そうな、それこそ戦争中の映画とかドラマなんかに出てきそうな構造でしょう。錦橋のたもとからは丸の内のビル群を見ることができますが、その下に不要不急の外出は自粛と書いてあって、ちょっとこの携帯電話のカメラでは見づらいですけどね、バスのようなマーク、東京2020という看板があそこの照明の下にかけられているのが、なんとも残念でやりきれない思いです。橋の反対側に来ましたけどね、こんな風に布団が置いてあって今は使ってないようですけど、まあ、誰かやっぱここに住んでる人のやつでしょうね。首都高速道路の下はね、東京もいろんなところ雨がしのげるということで、いろんな人がやっぱりやってきがちですよ。さてお次はですね、そこにあります一つ橋の手前まで来ていますが、暗すぎて分かんないかな、もうちょっと近寄ってみましょう。ここにねコンクリートで築かれた壁がありますでしょう。でこの裏側に注目していただきたいんですが、暗いですけど分かりますよね、これね、これ石垣ですよ、立派な。これは江戸時代に作られたものです。江戸時代この東京はただのこう低いですね、沼地で何にもないようなところだったらしいんですが、そこを徳川家康が太田道灌という人ですか、命じて、そしてなんとか使えるような町に整備せよ、水運川を、いっぱい作ってそこで物を運べということを指示し、そして頑張って作ったのが、
この石垣でございます。見えないかな、まあ、よく考えたらね、自転車持ってたんで、これであの明かりで照らしゃ簡単にわかりますわ。これすごい高い石垣でしょ。昔のね、この日本橋川には全部こんな感じの石垣がずらっと並んでいたらしいということでして、これは江戸時代からもずっと変わっていないようなものらしいんですけど、まあ脇のところとかよく見るとね、あのこれあの元々あったやつを壊して後からあの直したやつらしいんですよ。でこっちの光が今当たってる外側の方は多分昔ながら、でこっちの方は後からあの頑張ってこういう細かいものなどを埋めて江戸時代の雰囲気を保とうとして維持しているものだということなんですが、これもまたね、あの昭和の時代ぐらいにこれを維持しようとしたその跡が感じられて、それはそれで価値があるんじゃないかなと思いますよ。その石垣のすぐ脇、一橋大学の話を先ほどしました。もともとここに大学があったらしいんですが、現在は東京都西部に移動しております。だから昔本当にすぐそこのところに一橋大学があったそうですね。真正面のところにですね、自転車が置いてありますけど、多分住んでいる方のやつだと思いますんで、おられるのかわからないけれど、鍵がかかってるのかな、いないのかな、まあわかりませんが、あまり乱さないようにちょっと静かめに行きたいと思います。これを見るに、この一橋が今かけられたのが大正14年ということになっております。大正12年が確か関東大震災だったかと思います。その2年後のことですね。その関東大震災で一橋が落ちてしまい、また一橋大学、まあ、当時違う名前だったらしいんですけど、それもですね、被災しまして現在の国立に移転したそうでございます。向こうに高く見えるあれが江戸時代の時の石垣です。その脇のあたりにもなんとなく残されてはいるようですね。こうやって何気なく見てるとね、大正時代に作られてたとは思えないような気がするんだけど、よーく見れば確かに薄い鉄板をね、組み合わせて作ってるらしいんですよ。なるほどな。この止め方なんかもね、今じゃこんなビスって言うんですが使わないですよね。相当古いところよくわかるんじゃないかと思います。あそこにも昔の石垣なんか残ってるわ。でこのまま日本橋川に沿っていくのもいいと思いましたが、ちょっと一旦離れてね、久々に日本武道館でも見に行こうかなと思います。さて、じゃあこれからこの立派な竹橋を渡って日本武道館とか、それから警視庁第一機動隊とか、それがある方向に行きましょうね。竹橋と書いてあります。昔はバとはあまり書かなかったみたいですね、ひらがなの場合は。東京の橋は本当に綺麗なんで、渡る前に必ず脇へ行った方がいいと思います。夜でもちゃんとライトアップしてくれてんだからありがたいもんですよ。竹橋門跡って書いてある。全然私この竹橋については詳しくないんですけど、これはどうなんだろうな、古いだろうな多分。元禄6年、そんな古くはない。これは大正15年に帝都復興事業で仮設されたって書いてあるから、要するにあれですね、やっぱりあのこれは、関東大震災の時にもともとここにあった竹橋が壊れてしまったんで作り直した。もう関東大震災で東京のあらゆる橋はねめちゃくちゃになってしまって、あのそれで、川であの町が寸断されて大変なことになったようですよ。これから進んでいくところはですね、戦前には私たち一般人は立ち入ることができなかったようなところだそうです。あの竹橋を渡った先からはそうらしいんですけれども、現在では北の丸公園といいまして、昔、戦前は天皇陛下をお守りする、近衛師団が置いてあったところだそうでございます。現在でもその名残で警視庁第一機動隊がこの場所に置いてあるんだそうです。ちょっとね、皇居ランナーの方が来られたんで少し逃げてきたんですけど、まあ別にその方が悪いわけじゃないけどね。そしたら、まあその前からちょっと気づいてはいたんですけど、あれはなんだと思って見て調べたんですが、今では東京近代美術館、工芸館ということで、まあ、なんかその美術館ということなんですが、調べたらですね、あの帝国陸軍時代の近衛師団の本庁舎司令部があのここにあったんだそうですね。その当時のものそのまま残ってんなら、まあ、近衛師団が爆弾当たってあの焼け落ちるようでは終わりですからね、それは残ってくれないとこの国もやばいよなという感じはしますが、お、前方にくるくる光を灯している高い建物見えますか。東京スカイツリーですね。で、あの北の丸公園の目の前まで来たんですけど、暗すぎるんですよね。これ行くのかと思うんですが、武道館方面にはここを通らないといけないみたいだし、まあしょうがないな。ちょっと薄気味悪いけど、まあ別に何も悪い人はいないでしょ、こんなところ。薄気味悪いな。もうね、前方の科学技術館の明かりと自転車の明かり以外、何にもありませんからね。武道館まで本当に行けるんだろうな。これで行って何もないってんだったら困りますから。人もしばらく来てないんじゃない？ここには誰も。で今ね、日本武道館の前に来たんですけど、わかります？これがあの武道館ライブとか呼ばれている武道館ですけど、暗すぎてなんもわからないなんか車で一人来てる人がいますけど、なんかここに用事があって来てるのかな。そうは思えないけどな。今日は祝日だったし、今日はってか昨日というべきか。一応ここにこの独特のね形がこう存在してるというのはわかるでしょう。それぐらいだよな。正直ハズレでしたね。こんな薄気味悪いところはさっさと去ろう。前方のたやす門が開いててくれるといいんですけど、開いてんだろうな、さすがに。ちょっとあまりにも暗すぎてですね、肉眼でも門が開いてるのかどうかを確認するのも難しいという状態なんですが、開いてますね、大丈夫だ。画面では何も映ってないな、暗すぎる。
ちょっとあまりにも暗すぎてね、遠目ではあの門が開いているのかどうかすらわからないという状態だったんですが、確かに立派な江戸城田安門が存在するってのわかりますかね。これすごい貴重なものなんですよ。もう真っ暗だから自転車を使って頑張って懸命に照らしますが、わかりますか、天井まで自転車を上げて明かりをこう向けてますけど、本当に真っ暗だからね。よいしょ。この門が作られたのは江戸時代初期で、今調べたらね1636年って書いてありました。すごい古いっすよ。わかるかな、暗いからね。こんなこと東京のど真ん中でやるの初めてですけど、超一大大都会だから誰も住めない、住まない、住むような場所ではないということで、全く周りに人がおりません。よし、とりあえず暗黒の江戸城北の丸を抜けました。何も見えないけどね。でももう大丈夫です。あの後ろ側は何も見えないんですが、まあ、正面にはこのように街明かりもありまして、これは九段下というところです。ここはもう有名なところですよ。まず真正面が靖国神社ですね。でこれがね、なんだっけな、もう何があんなのか全然分かってないんですが、まあ、とにかく綺麗な銅像がずらずら並んでいるようなところ。高灯籠って言うんですよね、確か。説明が書いてあるでしょうから見てみましょう。すごい。これはね、靖国神社の灯籠として明治の初めに作ったものらしいんですけども、当時はあの東京の灯台の役割も果たしていまして、すごいですよ。灯台って、要するに、品川のあたりから入ってくる船、それに対して、ここに、ここが北の丸のあたりですよということを、知らせる、そんな役割もあったんだそうです。さっき、田安門を抜けましたんで、もうこのあたりは普通の人が通ることができるようなエリアとなっています。もう江戸城周辺はね、本当に政治的なね、あの明治時代では戦前のやつの名残で普通に巨大な銅像が残ってます。今の日本じゃこんなに大きなね、政治家の銅像は作らんでしょう。これ誰なのかなと思って見たんですけども、大山巌ということですが、あの日本陸軍の父とされる人なんじゃなかったかな、確か。あまりよく覚えてませんが。戦争終わってしばらくの後、GHQ により一時撤去って書いてありましたね。で、美術館に預けられた後、ここに移転してまた建てたと。アメリカだってね、あんなでっかい銅像とか、なんか崖にいろいろ大統領の顔掘ったりとかしてんだから、そんな他の国の銅像のことぐらいほっとけと思うんですけど、やっぱそうはいかないもんなんでしょうか。まあまあ、だからこそね、ここに戻してもいいよってことになったんでしょうけどね、ぶっ壊さずに。この目の前、もうこんな感じで、田安門の真向かいが靖国神社ですから、あの軍関係の人のね、さっきの大山巌とかそういう人の映像もあそこに立っているというわけです。靖国神社の鳥居にこんなもんかかってますね。みんなの力で打ち勝ちましょう。一日も早い収束を心から祈ります。と書いてあります。なんかこういうのってね、みんなの力で挙国一致してっていうと、やっぱり特にこの新型コロナウイルスのこと、インターネットとかでもね、さっきの戦争と、重ねてお話になる方が結構多いんじゃないかなという印象があるんですが、やっぱあの戦争とこのコロナウイルスの個人的な感じる違いとしてはね、コロナウイルスは本当に私たちに身近に関わる問題だということですね。戦争は結局私たちがいくら頑張っても勝てないものは勝てないと思うんですが、コロナウイルスたちを、コロナウイルスを移していく、感染を広げていくのも、縮小させていくのも、まあ、一つには私たちの力がありますんでね、それだけではどうしようもないところもあるけれど、やっぱりこういう息抜きとかそういった面においてはね、私たちはよく考えて活動していきたいと、本当にこういうのを見ると思います。じゃあ信号が赤になっちゃうから渡ろう。から渡ろう。で、またここにもどでかい銅像があるんだけど、これも大山巌じゃなかったかな。あ、そうだ、違う、大村益次郎だ、そうでした。明治になってすぐ暗殺されてしまったんですけども、戊辰戦争の時に旧幕府軍側に対して有利な戦いをする、まあ、その様々な戦いを指揮した人ということで、戊辰戦争の戦没者を祀ることを最初目的として建立されたこの靖国神社の入り口のところに大きく掲げられているそうです。相当高く掲げられてますからね、これいつ見てもすごいなと思って見てます。夜はね、神社の中には入れません。このように門が閉まってしまっています。まあ、以前神社の中に入って移したことがあったと思うんですが、門の真正面にいるおまわりさんがカメラを向けたのに気を使って場所をどいてくれました。最後にちょっとここで座るところがありますから、座ってせんべいでも食べて、持ってきたお茶飲んで、それで終わりにすることにしましょうか。自販機ありますね。あんま自販機のこと今まで考えてなかったんですけど、別にこれだったら使ってもいいですよね。まあ今回は自分でせんべい持ってきたんで買いません。買う必要がないんですが、今後ね、外でお金全く使わない縛りということで、まあ、やった方がいいだろう。それはお金使わないことが面白いとかじゃなくて、感染のね、リスクを極力というかもうゼロにするために、外で、人と触れるということを避ける。だからコンビニとかを利用しないということを考えてたんですが、まあ、自販機だったら別にその手の接触感染を十分注意すれば問題ないですよね。これ以上はちょっとでも、まあ今回はやめておきます。よかったら皆さんこれについての意見を寄せてください。まあ、今回はね、立派な大きな靖国神社の入り口を見ながら、これうちから持ってきたおせんべいと、まあ、あとうちでずっと飲んでる麦茶ありますんで、
これちょっとあれだな、手が洗えないんでね、キャップの部分をこう上の部分だけ持つようにして注意して開けてちゃんと持とう。一回止めます。まあ、マスクもね、実際あの誰も通ってないんで、ほとんどもう ただちょっと遠くに人がいるんで、まあしてもいいだろうと思ってつけたんですけど、別にここのところを持って取ってもいいとは思うんですけど、まあ一応念のためこうしておきますか。で、自分の上に乗っけましょうね。これで大丈夫かな。で、それから、これを持って、こぼしてしまった。あの、全部自分の下着の中に入り込みました。じゃあね、もう本当にこのカメラ充電がありませんので、もう今にも切れそうなんで、これで終わりにします。今回は東京駅丸の内駅舎の目の前から、九段下この靖国神社まで、たった2時間ぐらいでしたけど、でも久々で本当に面白かったですね。あの、視聴者の皆さんの評判が良ければ、あの、またですね、私があの考えたり、皆さんのおすすめとか、あの、ここ行ってほしいというところを考えて、今度はテーマを絞ってね、しっかりとしたあの旅行などもできたらと思っております。どうもありがとうございました。これで終わりですけど、道路掃除やってますね。しかもナンバーがね、後ろ側ついてないけど2桁のナンバーで相当古そうでしたよ。あ、反対でもやってる。これでチームになってんのかな。こういう普段見られない東京の裏の光景もこれから紹介できたらと思っています。 JR の線路保守の様子とかね。ありがとうございました。